平和トラその思いを金に帰ろうではどうぞ今宵も一人の志願者が己の野望を胸にトラへと挑むまずはお名前をどうぞ。 イージュンナと申します。四十六歳、東京在住。韓国で大学卒業しております。顕在高円寺で韓国コルギ専門店フラットエステを経営しております。では、今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は二百万円。出資形態は融資で希望しております。あなたが思い描く未来の姿は。韓国伝統コルギと独自の竹コルギを日本中に広めるため。 独立会議まで支援可能なアカデミーを作りたいです「オールワナシン」新しい未来をつかみ取れキャッツアファンド簡単な経歴を教えてくださいはい私は大学卒業の後日本で韓国語教師や、えっと、通訳の仕事をしておりました父の病気のきっかけであの韓国に戻ることになりましてその時に偶ン あの見かけた韓国本家コルギ本県のチラシを見て美容に関心が高かった私はアカデミーに相談にそのまま行きましてえっとそちらでは私の日本語の能力を高く評価しましてそのまま入社まであの入社することになりまして当時あの会社はあの日本進出を目標に。 したいた知っていた頃から私にあの本部のこととか、えっと、管理、えっと、ウェブのこととかあの施術のこと幅広い仕事をするチャンスをくださいましていただきまして。 それで賢者までコルギ中4年になりまして小円寺に4年前に住んでみたら小円寺がとてもあの小円寺にとても癒されまして私も小円寺で人のために何かやりたいと思いましてそれであのとなってても受ける必要のある方がフラッと来られるようなあのエステとしてフラッとエステをオープンしましたそれでは今回のプランについて簡単に教えてくださいコルギセラピストになりたい方の 方のために、会議まで支援できるようなアカデミーを作りたいと思います。はい、はい、あのシンプルですけど、そういうプランなんですね。えっ、ー、と、このアカデミーというのは、オンラインですか、オフラインですか、オフです。オフですね。はい、ということです。どうぞ。どのぐらいこう学校に通ったらいいんですか。学校の期限は、あの四ヶ月、四ヶ月設定になっております。就任三回ぐらいのペースで。 えっと、オンオフも一緒にできると思います。あの、最近は、この、オン、オンで、オンも慣れてる方が多いので。そこで、なれること、教えられることは、そこで、教えて。えっと、オフで、必ず来て、学ばなきゃいけないものは、あの、来て、いただく感じになります。はい。いくらかかるんですか、費用は。<laughs> 費用としましては、四ヶ月百三十万円になりまして。えっと、他社と少し。 比べて申し上げますと、あの、こういう教える、この主義の教える相場って大体1時間、あの、1万円ぐらいの相場にありまして、コルギで一番有名なところは、1か月300万円のところもありまして、他社では44時間、あの、150万円のところもありまして、 あとそこはちょっと時間が短いなと個人的には思いますし3日で50万円のところもありましてあのそちらの会社はちょっとこう顔のみの施術の教えカリキュラムになってありますが弊社ではあの4ヶ月の祈願を設けてえっとこ,れこ,のなこの中で終わらなかった方もたまにいると思うんですがその方には終わった後いつでも練習可能でテストの このチャンスを与えて卒業できるように支援したいと思いましてカルキュラムもあの今フラットエステのこう内容がちゃんと入ったカルキュラムにしたいと思います。はい、すみません、私あの大阪の方でエステ店も経営してるんですけども、<え>エステ店で,す、ねはい、で失礼ながらこのコルギっていうのがあの初めて聞きまして私でも知らないんですけど結構有名なんですか？コルギはあの。 そうですね、私が日本その会社に入ってあの2009年10年ぐらい日本にオープンしたんですけどでその時もあのホットペーパーとか使わずにこの来る前にもうウェブで結構ウェブ関連を忠実に行ってお客様を確保してもう2ヶ月で1600万円ぐらい売り上げ上げるぐらいお客様いらっしゃるんです。 で、その当時は結構、マスコミにも結構扱わられて。で、その時から、こう知ってる方し、エステが好きな方は、結構知ってるっていう感じではあります。はい、ちなみに、皆さんの中で、コルギーって知ってた方いらっしゃいますか?。あ、やっぱりご存知なんですね。もう、結構前から。私は、あの。一度契約をしたことがあって。さっき、ちょっとね。お話ししたんですけど。<laughs> はい、契約をして。 私結構当日にあの今日空いてますとかキャンセル待ち出てますって入れるんだったら行きますよってタイプなんで,で入れるってことで結構、うん十万の契約もしたんですけど、はい、結局、何回かけても当日に空いてることはなく、はあ、普通に予約取ろうとするともう週週間4週間先当たり前それは裏返せば人気だってことですかそうなんですよねへ<ー>、はい 契約をしたんですけどもちょっとそういうことがあって回復しちゃったんですけどそれだけやっぱり人気があるんだなっていうのとあのすごくこれリーズナブルだなと思って単価8500円って書いてあるんですけどそうです普通こんな金額では全然普通に聞いちゃうと4か月で「あ高っ!」みたいな、はい多分さっきのアカデミーのそうですアカデミーも。<laughs> はい。えー、施術の話ですね。はい、はい、施術が八千五百円が安い水鍋で,です。そうです。はい、もうちょっと付加価値、あの付加価値があるようなあの周期になります。あの先ほどおっしゃったように予約が。なぜ取りにくいかというと、あの施術者の。やっぱり施術者がある程度なるまで。あのなかなかその過程を。こう。至る施術者があんまりいなくて。 それで難しいところもあります。うん、で、人が少ないんですね。そうなんです、そうなんですよ、ね。小岩井さん、今日はなんかそのコルギたるものを受けれないんですか。すかはい、あのもちろんあの受けていただきたいんですけども、やっぱあの主義ですので、あの七重ママとか岡田さんだとね、お化粧が落ちちゃうのでということで、はい、ねあの。 まあ誰にしようかなみたいな感じですよね。ということで大井さんよろしくお願いします。いますはい。お願しくお願いします。あの韓国コルギが日本で今認知度が少しあるんですけども、あれが結構マスコミで撮られたのがもういたたたたっていう場面とか、あの速攻性で少しあると速攻性があってちょっと認知度が上がってるんですけども。 本当の韓国コルギの効果は結構地属性と積み重ね効果にありますでそれで会を重ねることでさらに顔の骨格とかがもっと理想に変えることができますので、はい、今だけじゃなくてこのもっと施術の深さがあるということをちょっと前提にして見ていただければと思います。種類のコルギ主義をあの 当店では行われておりまして、一つはあのオイル、えっと竹ゴルギ、えっと素手のゴルギ三種類になります。うん、まずオイルと竹ゴルギ、えっとそれとは別に素手ゴルギこうやって二パターンで、はい、あのいいですか？はいどうぞ。コルギってどういう意味なんですか？コルギって骨に木で書いた通りに骨に波動を与えて、はい、あの骨を健康にして。 骨の位置を変えてそれで顔を小さくしたり整った顔にしたり、はい、えっとボディだったらあのオレックス逆をよくしたり骨盤をよくしたりする手技になります、はい、あのー、ちょっとあの顔が大きいうちにちょっと一回顔を取っていいですか <laughs> <laughs> はい今もうちょっとむくみ取れてるんですけどすあむくみ取れてるわ早や。本当にはいあこれを <laughs> うん 右側だけなんかちょっとシュってなってるね。そうそうです。早いです。ちょっとやらせていただきます。内角です。これをタケコルギって言うんですね。そうですそうです。カッサってよく聞かれたことあると思うんですけども、カッサよりあのつまめる幅が広いので、あのもっと効率よくデコボコラインにアプローチが可能です。ちょっと痛いですね。ちょっとだけです。ちょっとだけですね。ちょっとだっき出した感じします。そうですね。自分でもわかりますね。自分でもわかります。はい。 韓国伝統の美容法コルギを日本中に広めたいと語る志願者独立開業まで支援するアカデミーを作るためタイガーファンディングへと挑む実践を経て虎たちからは高評価の様子ここからどう展開する ということでですね、あのー、無事にあのー、施術も終わりました。あの王、ー、妃さんの顔は本当に変わりましたね。いや、だいぶ良くなりましたね。いやね、僕らから見たらね、七井真子と。うん、美容師しか見れないですよ。<laughs> アフターそっちですよね。ねねこっちが、こっちがええー、ビフォー、こっちがアフターですね。はい。あの顔の色のトーンがもう全然違いますよね。本当だ。ワントーン白くなってますね。うん、あ、本当白くなってる。ね。僕あ,あのカメラに収めましたから、後で記念に差し上げますよ。そうですね。はい。 じゃあめっちゃ気持ちよかったんでまずありがとうございます。はい。<laughs> の二十万円お医者からも出ました。はい。岡田さんも受けられたことはあるんですか。はい、私一度だけなんですけどありますね。その時いかがでしたか。痛かった。やっぱりそういう、うん、なんか結構一時期。 すごい流行った時ありましたよね。そうです,うです何十年か前に。そうですね。結構あの日本に初めてコルギを持ち込まれた方がこうメスコミ関係で知り合いが多くて、それで結構あの宣伝になれたと思います。今でも結構人気なんですかね。あ、今もうち検索後は何でいらっしゃったか大体聞くんですけど、コルギとか小顔で。 大体の検索ででいいらっしゃる方が多いです確かに株式会社 MR 代表岡田真由美全国主要都市に総合探偵社 MR を展開浮気不倫の真実を暴く調査力とアフターケアで業界最前線を走りプロの探偵が教える探偵学校 YouTube 参戦と進撃は止まらない令和のシャーロック・ホームズが導き出す新しい未来その真実はいつも一つ確かに施設者がいないっていうのはねあるような気がするんですよね。 エステの方にこう行かれる勉強されに行かれる方は多いような気がするんですけどどうなんでしょうねコルギーを学びたいっていうニーズはあるんでしょうか。ニーズはあの当店があの求人出すと大体あのマッサージやったことない方があの応募していらっしゃる方が多いです。それからマッサージをされたことあってもあの顔小顔はやったことない方がほぼですで。 もうコルギー経験者はあんまりいなかったし、本家のコルギーができる方はもう一人もいなかったです、ね。で、そう、それもありますし、お客様もなんかこう、ああ、手荷物しょくていいですねっておっしゃる方も多いですし。あの、結構友達も、あの、しっかりできるからいいねっていう友達も多いです。今、実際に店舗を高円寺の方で行ってらっしゃる。はい えー、ですよね。はい、予約はどうなんですか？ママがおっしゃった通り、当日の予約とかどのぐらい先に予約入れるんですか？そうですね。うちはもう3週間とかではないんですけど、あのもう1週間ぐらい前に予約していただくといいかなっていう感じになってま。で、返す。券とかあの当店はやってないので、やっぱり私が初めにやったのはこう。 私が高円寺っていう町に癒されて <laughs> それであのいろんな高円寺の方 <laughs> 歩きながら見ると「あこの方も一応だね <laughs> あの方も一応だね」っていうのがあってそれで本当に受ける必要がある方に説がしたいなと思って。あの 高円寺でオープンしました。うん、あの質問が分かります。質問が分か,<や>が分からなくなっちゃいました。兄、e、さんがね、今あのちょっとなんか換気をったように僕には見えたんですけど、その公園地の街に癒されてっていうところとはなんか違う何か感情が今あのふっと思い出されたとかなんかあるんですか。あ、なんかこう会議をするまでは。 あの私は施術に関してコルギ施術とかあのコルギ以外も学んだんですけどコルギマッサージっていうのはコルギが初めてだったのであの初めて入社したところで運よくいろいろ学ぶことができたんですけど業界全体はどんな感じなのかよく知らなくて他のところもあのたくさん経験しましてあそれであコルギのアイデンティティってこうなんだっていうのが分かったところで すごい満足しててあこれからは <laughs> なんか店とか店を起こしたら一生懸命やらなきゃいけないのでなんかどういうふうにほな私の道を歩こうかなって一時期考えたことがあるんですよ。でその時にちょっと休みの時にあの公園地にこう知り合いの方がいらっしゃるんですけどその方はちょうどしばらく韓国に帰るのでもしよかったら家使っていいですよって言われて。 それで住んでみて何気なくとても癒されたんです。なんかそれであ公園地で開業しようとして開業してあの一番幸せな <laughs> 幸せな気持ちになっていて今今日ここまでここに来て説明の機会をいただいて <laughs> 嬉しくてですね。素晴らしい人ですね。<laughs> <laughs> あごめんなさい。 ゴエン大好き。大好きです。来たこと来られたことあるんですかちょっと地味ですけど。いや,いや行ったことありますよ。うん、いい街ですよね。いいですね。はい。こうさっき受けられたねコルギの体感で、はい、痛くないっておっしゃってましたよね。そうですね。ファミリーオフィスジャパン株式会社代表大石純平。 社長、スポーツ選手ドクターなど富裕層ならではの課題を解決に導く投資家とスタートアップをつなぐ名古屋エンジェルクラブを支えるこの男グルメゴルフサウナにも情熱を注ぐ次世代金融を日本にもたらす黒船がタイガーファンディングに怒りを下ろすそうですねまあそんなに耐えれない痛みではないなっていう、ね、けど岡田社長は過去に受けた時には痛かった、うん、ちょっと痛かったかなであの今回 E さんがされていらっしゃるコルギーと他店のコルギーって何か 違いがあるのかなと思ったんですけど、はい、その辺はどんな感じですか。はい、まず、あの、痛かった方と痛くなかった方の差をちょっと申し上げたいと思います。あの、当店の口コミをも、見ると。<laughs> あ、すごい痛かったって書かれる口コミが多くて。二度目いらっしゃって、あのお客様が。いや、痛くて二度と行かないと思ったんですけど、来ちゃいましたっておっしゃる方もいらっしゃるんです。 だから主義はあの個人に合わせて行うんですけども無理やりなあのこう力を使ったりとかはしないんですがその受,け受けられる方の,あのこうコンディションによって痛かったり痛くなかったりするんですよね。だからう,うちの <laughs> に通われるお客様が もしこれをご覧になられたら、結構びっくりされる方いると思います。そう,そ,うそう。で、そうです。だから私が、いや、これは本当は痛い主義じゃないですよって言うと。あんまり信じてもらえなくて。<laughs> ちなみにお客様の割合って男女はどんな感じなんですか。<laughs> あ、うちは女性専用になります。あ、そうなんですか。あ、女性専用。よかったじゃん。一応仲良いであります。<laughs> 女性専用なんですね。<ー>はい、女性専用のとこ多いですよね。あるぎって。<あ>なんでだろう。うあの当店の場合は。 あのこうなんか成長者が多くなくてあの店自体もそんなに広くないので調整だけに集中しても十分できるので調整にしております。と,とののコルギーの違いに関してちょっと答えてもいいですか。と,との違いはもう各店舗のことをいろいろ工夫してお客様に丁寧にやってると思うんですけども素手のコルギー。 が結構長めに入っておりまして、それがコルギの本当の効果を導くのに私は一番効果的だと思って、こう思ってやっておりまして、それが本家のコルギのスタイルでもあります。じゃイさんがされているのが本来本家のスタイルで、たては違う場合もあるってことですかね。そうですね。あのその他店でもまあいろいろちぶなりのこのコツでこう発展させたんじゃないかなと思ってます。ごめんなさい。いただいた資料の中でコラスト 同一人物ですかっていうぐらい。六、ええ、<laughs> 回の施術だけで。すごいビフォーアフター。変わってるんで、まあ、こんなんなるんやったら痛くても。ね、行きたいなって思うんですが、これ。修正とかされてませんか?。あ、してないです。あの方が私に送ってくださった、あの写真になります。この方はインスタグラムのパリラブさんっていう方で。えっと、うち。当店も通うんですけど、立ても行ったことあるんですよ。はい、で、配布もされたことありまして。 ありますけどあでもあの自分の顔出して6回でコルギの効果をこう実感させあのしていただいてこうやって書いてくださいましてあの施術した時のはすごい首のところが凝っててあのリライブシャツ,シャツを <laughs> 紹介しな,しなきゃと思うぐらいだったんですけど <laughs> <laughs> リライブシャツご存知ってことはね、はい、レトラファンですね。<laughs> 出しますよ今 <laughs> ねどこでも最近にライブさせていってもらえて本当に佐々木さん幸せでありがとうございますまだ一言も喋ってないですよね佐々木さん何かありますか、はい、あのー、身体機能研究所代表佐々木隆 キル元気リライブシャツは年間販売数10万枚超え志願者からトラへと成り上がりを果たしスポーツ生態リカバリーとさまざまな業界で話題沸騰中還暦の虎魂の起業家はいかなる志願者のソウルと共鳴するのかあのちょっとネガティブなことをあ、まあ、いいことをねあの前提にちょっとネガティブなところも聞きたいなっていう方が多いと思うのでちょっと質問させてください。うんえっと、まずですねこの絵 なんですがこ,これはこの方が下を向いただけでこの首が首じゃなくて私が見せたいのはあの上半身のバランスです上半身と骨盤のバランスになりまして、うん、これはもうこのシールを作る前日に撮ったものなんですけども、ええ、この肩がかなり後ろになってます X のところは。はい はいえっと O のところは肩が少し内側に生えてますで肩丸めてるんじゃなくてですね肩の位置が少しこうなってますはい、はい、あこれはこれでいいってことですねそうですそうですこの X のところは肋骨がこうやって上を向いてる状態なんですで肋骨が上あそれはあの見ることなんかシャツシャツが生えてるから見られないんですけど上にこうなっているとどうしてもあの姿勢が こう後ろ向きになるから、人間は前方で歩くじゃないですか。だから、この超肋骨をこうやらずに、この収まった感じで。いた方が理想の体験になります。多分、うん、でも、佐々木さんの言うように、僕も見たら、これ丸と、丸とべき違うんちゃうなって思っちゃったね。本当に、ね、なんかこう逆かなと思って。はい。はい、これ取り直した方がいいよね。だって、なんか。 あの丸の方がショボんとして下向いちゃってるから、これはあのこの顔がもうこうやってなるんじゃなくてお客様がこうやった瞬間を私が撮っただけです。うん、ちょっと写真撮るのが下手くそだったということですね。はい、<laughs> これじゃあ何が良かったのか悪かったのか分かんないもんね。んそれと次のとこごめんなさいね。次のとこ収益モデルなんですけど、月二十日稼働で来店数が三十六人っていうのが出てるんですね。 これって、あの月一人、一日一点八人の計算じゃないですか。そう,ですそうです。これってすごく少ないように見えるんですけども。そうです。あの、コルギーエステーションになりたい方の中でも。はい、もう精いっぱい頑張って、一日中やりたい人もいれば、それでも受かりたいっていう人もいれば。自分のせり、生活と両立したい。だけど、私のなんか特技を持ちたい。っていう人がいて。なそうです。えっと、私みたいに。 こうたくさん働く一応がみんながあるわけではないので、はい、一応このぐらいはちょっと楽な時間的にこう自分であんまり普段感じないくらいかなと生徒さんの目線で書きましたあ、はい、であれば多分あの20日稼働って書くと20日の間に36人しか来ないっていうとちょっとあの理解するのに難しいかなっていう感じはします。そうでですこれは自分でなんかこう用事を見てたり子供を育てたたりり子育とか わかりました。であればもっとあのもしかして8日稼働とかね、ちょっと違う解釈した方が伝わりやすいかなと思います。それともう一つなんですけども、融資なんですが、今回あの返済計画を見るとかなり低レートに思えるんです。まあほぼ銀行と変わらないレベルですよね。はい。であのまあ担保もないという状態で、こう非常に低レートなので、あのそこに対して多分この出資側がね、どのようにそれを判断するかということが あると思うんです。はい。そこのところは今回かなりシビアだなっていうのは、僕らは僕の個人的な感想です。で、この200万円っていうのがあのリスクなくあのかちゃんと返せる3年で返せるようなあの金額と思って、きょ今回融資を申し込みしているんですけれども、その面からあのリスクが少ないかなと思ってサンパズトにしました、うん。そうですね。それは多分あの。 遺産のリスクが少ないといとうことなんですけど私なんですえあの <laughs> そこのところをどのように考えるかってところが一つあると思います不安と期待が入り乱れるタイガーファンディング韓国伝統の美容法コルギを広めるため挑む志願者続く後半戦で一体どんな戦いを見せるのか次回物語は後半戦へ 新しい未来の行方を見逃すな片手間ぐらいにやって月に15万しか稼げなかったら10ヶ月ぐらいかかるわけじゃないですか。これちょっと気が遠くなる